科学と人間のお時間です。自然の中を歩いていると草むらから蛇が飛び出して足首の上のあたりを噛まれました。ついていませんでしたね。でも落ち着いて、毒が体に回るのを遅らせるため心拍数と血圧を低く保たなくてはいけません。靴と靴下を脱いでください。そしたら噛み傷が毒蛇からのものなのか毒性のない蛇のものなのかを確かめます。足に深い刺し傷ができていたら毒蛇に噛まれた証拠。普通の蛇の噛み傷の場合であれば小さな尖った歯で U 字の傷が残されているはずです。毒性のある蛇はおよそ600種類ほど生息しています。バイパーとコブラには特に気をつけてください。どちらも異なるタイプの毒を持ち合わせており、別々の治療を必要とします。バイパーに噛まれたら傷に圧力をかけないように一箇所に毒を閉じ込めることで組織のダメージを悪化させます。すぐに最寄りの病院に向かって治療を受けてください。毒が体内システムに回ってしまわないようにきつく包帯で患部を結んでください。噛まれた患者から目を離さずに呼吸をしていることをしっかり確認しましょう。コブラの毒は横隔膜を麻痺させてしまうことがあります。毒を吸い出すことはしないでください。毒は素早くシステムに回るため、そのようなことをしても役に立ちません。ヘビをよく見て、後で医療関係者に見せるために、可能であれば写真を撮っておきましょう。写真の構図にも気を配ってください。お次はヘビからアレルギーに話を移していきましょう。多くの人は鼻水やくしゃみなどでアレルゲンに反応します。しかし人によってはもっと複雑な反応を見せる場合があるんです。かゆみを伴う発疹はアレルギー反応のサインかもしれません。見た目は皮膚炎のようで、アレルゲンにさらされてから最大1週間で現れます。過去にはかなり珍しいケースも存在しました。人生で初めて矯正器具をつけた人が1週間後、腕時計をつける部分の皮膚とお腹の下の部分にかゆみを伴う発疹を発症。後に矯正器具に含まれるニッケルへのアレルギー反応だということが判明しました。太陽の下で 1、2 時間過ごした後、肌に水ぶくれができたら日焼けではなくアレルギー反応の可能性が高いでしょう。肌の赤み、小さい吹き出物、肌のかさつきなどが起こる場合もあります。これらの症状が出たらできるだけ早く病院へ行きましょう。専門家のテストを受けて、そこから治療のアドバイスを受けてください。新しい薬やライム、またはパースニップなどの果実でこのような反応が出ることもあります。花粉アレルギーであればフルーツや魚は避けましょう。花粉に見られるタンパク質が含まれていることがあり、皆さんの免疫系が本物の花粉と勘違いして反応を起こす可能性があるからです。またかゆみや口と顔の腫れなどのアレルギー症状を引き起こす場合もあります。冬の嵐の間、車に閉じ込められてしまいました。外は凍えるような寒さで震え始めます。これはいいサインなんです。気温が快適なレベルよりも下がると体が震え始めます。この反応によって体の表面温度の生産が 500% アップするからです。しかし震えは長く体を温めてくれるわけではありません。しばらくすると体の筋肉が燃料不足になり収縮が止まります。震えが突然止まった人を発見した場合、疲労感と眠気に襲われるためすぐに行動を起こしましょう。患者を室内に移動させて濡れた服を脱がせ、手や足をさすってから毛布にくるんで温かい湯たんぽを胸、首、下腹部に当ててください。温かい湯たんぽは腕や足には当てないでください。急な熱で冷たい血液が心臓、脳、肺に戻って体の中核体温が落ちてしまいます。誰もいない道路を運転していると天気に関する緊急ラジオ放送が聞こえてきました。あなたの地域で竜巻注意報が出ています。つまりはここで竜巻が発生する可能性があるということ。しかし竜巻警報ということはすでにレーダーに竜巻が現れ目撃されているということを意味します。この場合、雹にも気をつけてください。嵐の中の上昇気流が雨を厚い雲に押し上げて、それが凍結し雹が降ります。竜巻が接近している際には雨が全く降らずに雹が発生するのです。全てが静かになりました。空気がおとなしくなって風は全くありません。急にぐるぐると空に向かって素早く移動する雲を目撃。大きな水が落ちる音が聞こえて、竜巻が近づくにつれてその音が増します。それはまるで電車やジェット機のような音です。瓦礫が落ちてきて、漏斗状の雲が回転し、木の枝や葉が巻き上がります。
竜巻が右左に移動していない場合、自分の方向に向かって進んできている可能性があります。このような場合は手遅れなほど近づいてくるまで気づかないかもしれません。すぐにシェルターを見つけてください。家でテレビを見ながらのんびりしていると、不気味なヒューヒューという音が聞こえてきました。静かに風が吹き込んでくるような音ですが、全てのドアをチェックするとそういうわけでもなさそうです。次の日には胸に圧力を感じ、症状は日に日に悪化していきました。痛みの後にはかなりの疲労感を感じます。自分の体に異常があるとしか思えませんが、本当の問題は家の中にあるのです。これは一酸化中毒かもしれません。ガスが家に充満すると体の血液の中に蓄積され、体内の酸素と取って代わります。中毒によって頭痛、吐き気、混乱などを引き起こします。これらの場合、新鮮な空気を求めて外に出て救急車を呼びましょう。また一酸化炭素検知器を購入し、廊下や寝室などに設置してください。年に2回電池をチェックして、アラームが鳴ったら外に出て通報しましょう。アイススケートに行きました。湖の上の氷は実際よりも厚く見えましたが、まずい、氷が割れる音が聞こえて冷たい水中にドボン。はじめに急な温度の変化で体がショックを受けます。ご心配なく、これは1分から3分間で収まります。さて、氷の硬い破片を見つけてこれに捕まってください。よじ登りは厳禁です。腕を氷の上に乗せてキックして氷の破片の前に押し出します。こうすることで体が氷の破片の上に引っ張られます。氷のシートの上に上がったら立ち上がらないでください。立ち上がった場合、体重が小さな範囲に集中し氷が割れてしまいます。安定した場所に着くまで漕ぎ続けましょう。燃え盛る車の窓を割らなくてはいけない状況はどうでしょうか。車の窓は力に抵抗する素材でできています。さて、すべきことを見ていきましょう。後部座席の窓やフロントガラスは避けましょう。これらは割れにくいためです。助手席または運転席の窓にしてください。ハンマーを手にしていざ。でもガラスの真ん中を叩かないように。ガラスが割れやすい端を狙ってください。さて、ハンマー、ドライバー、お手元にある工具で窓が割れない場合、小さな尖った石を見つけましょう。それでも割れないのであれば、最後の頼みは点火プラグ。ボンネットを開けて点火プラグを取り出し、磁気ケースを割って割れたセラミックの破片を窓に投げつけましょう。夏真っただ中、環太平洋地域で休暇中、突然大きな揺れを感じました。これは近づいてくる津波への最初のサインかもしれません。あるいは何千キロにもわたる巨大な波が引き起こされる可能性があります。津波が迫ってきている合図は他にもあります。その一つは上昇または下降の水位の変化。海の水が素早く引いて海底があらわになってきたら、少なくとも海抜 30.5メートル、内陸 1.6 キロの場所に逃げましょう。多くの専門家によれば、海水が引き始めてから津波が到着するまでに残された時間は5分です。以上、科学と人間でした。